こんにちは、ちんえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は保護犬についていろいろ知ることができて、とても勉強になったよ。前回は保護犬の現状や殺処分を減らす取り組み、里親に引き取られた保護犬について紹介したよ。今回は中型犬について紹介していくから、ぜひ聞いてほしいな。私よりも大きい中型犬が気になるな。中型犬について詳しく紹介していくから楽しみにしててほしいな。中型犬について詳しく知りたいから興味深く聞いているね。そもそも中型犬の定義ってどんなものなの？中型犬の定義は、成犬体重が 10kg から 25kg までの犬を中型犬と分類するんだ。私たちよりも体格が大きいってことだね。中型犬の特徴は忠実な性格で、しつけがしやすい犬種が多いのが特徴なんだよ。フレンチブルドッグやコーギーは社交的で遊ぶことが大好きで、柴犬やボーダー、コリーは賢くて飼い主に忠実なんだ。犬種によって性格が異なるんだね。体つきは丈夫でたくましくて、筋骨隆々、ドッグスポーツやアジリティを楽しめることも多いんだよ。飼い主に忠実でたくさん遊んでくれるのは嬉しいね。中には大型犬よりも多くの運動量が必要な犬種もいるから、飼う前にしっかり調べてほしいな。さっき中型犬はしつけしやすいって言ったけど、これも犬種によって異なってくるんだ。というのも、中型犬は猟犬や使役犬として活躍していた歴史がある犬種も多くいて、猟犬や使役犬の性質上、噛み癖や吠え癖などの問題行動も起こしやすいんだ。だから、こちらも飼う前に犬の気質やしつけの難易度をきちんと調べててほしいな。わかった。ちゃんと調べてから飼うようにするね。では、次は中型犬のしつけについて紹介するよ。中型犬のしつけって他の犬種とは違うの？中型犬は小型犬よりも体重が重くて、スピードと体力もあるから、中型犬をしつけているときに、もし中型犬が飛びかかってきたら、よろめいてしまう恐れもあるんだ。確かに飛びかかってきたら、びっくりしちゃうよね。中型犬は小型犬に比べて、体格差があるから抱っこなどで回避できないこともあるんだ。中型犬はもともと抱っこする習慣があんまりないし、いざという時に抱き上げることができないから、しつけの精度を小型犬よりも上げなければいけないんだよ。そうなんだね。でも、精度を上げるって何をすればいいの？指示を出したら犬が必ず行動する確率を上げることや、幼少期から意識して社会化を行うことも大切なんだよ。さっきも少し紹介したけど、中型犬は猟犬や使役犬であった。犬種も多かったから、問題行動も起こしやすいんだ。問題行動ってどんな行動なの？吠えたり、ママを噛んだり、子供に飛びついて怪我をさせたり、リードを強く引っ張ったことでママが転んで事故につながることだよ。問題行動を起こしてしまった場合は、自分で解決するのは危険だからドッグトレーナーに相談してほしいな。他にも、これから中型犬を子犬で迎える場合は、最低でも3ヶ月は母犬や兄弟犬と一緒にいさせてほしいんだ。ちゃんと好みが言ったことを守るようにするね。中型犬の基本的なしつけは、基本的なお座り、待ての他に、つけと呼ばれる人のペースに合わせて歩けるようにすることや、ハウスと呼ばれるクレートで休むことができるしつけがあるんだよ。基本的なしつけは小型犬とあんまり変わらないんだね。中型犬の散歩のしつけは、リードを引っ張るタイプはリードを上少し上げてみたり、アイコンタクトを室内でできるようにするといいよ。歩かないタイプは室内でお散歩の練習をまずしてみるといいよ。散歩の場合はタイプごとにしつけ方が違うんだね。中型犬の問題行動のしつけは、問題行動の原因を探っていくことが大切なんだ。問題行動の原因は運動不足であることが多く、中型犬は猟犬や使役犬であった犬種もいて、小型犬よりも運動量をたくさん必要とするんだ。散歩の他にも、いっぱい遊びたい人にはぴったりの犬種だね。散歩だけじゃなくて、定期的にドッグランに連れて行くなど、自由に走り回れる環境を用意するのが大切だよ。一緒に走り回ったり、スポーツができたらすごく楽しそうだよね。しつけについては以上だよ。次は中型犬がかかりやすい病気を紹介するね。中型犬はどんな病気にかかりやすいの？中型犬がかかりやすい病気は犬種によって異なるんだよ。今回はボーダー、コリーとエルシュ、コーギー、ペンブロークを紹介するね。ボーダー、コリーは関節部分の骨が変形してしまう股関節形成不全になりやすいんだ。他にも
皮膚病や目の病気にもなりやすくて、水晶体の脱臼とかコリーメイ状にもかかりやすいんだ。コリーメイ状ってどんな病気なの？コリーメイ状は遺伝性の病気で、網膜に栄養を届ける血管が成長不全になってしまう病気なんだ。重度になった場合、最悪失明してしまう恐ろしい病気なんだよ。それはすごく怖い病気だね。ベルシュ、コーギ、ペンブロークは同調端子だから、肥満になると腰に負担がかかりやすくなるんだ。だから腰に負担がかかることで椎間板ヘルニアを発症しやすくなるんだよ。椎間板ヘルニアは人間も悩ましい病気だよね。他にも網膜が萎縮することで視力が徐々に低下していく進行性網膜萎縮症や皮膚無力症といった皮膚病もかかりやすいんだ。こうやって見てみると、犬種ごとにかかりやすい病気は違ってくるんだね。股関節形成不全と椎間板ヘルニアは他の中型犬種でも発症しやすいから、腰を重たそうにしていたり歩き方がおかしかったらすぐに動物病院に連れて行ってほしいな。私たちは言葉を伝えることができないから、いつもと違うと思ったら病院に連れて行ってくれると嬉しいな。では次は中型犬の年間費用について紹介するよ。中型犬は年間どれくらいお金がかかっているの？中型犬は1ヶ月5000から3万円くらいかかるから、年間では6万から36万円くらいかかるんだ。私たち小型犬にママがかけてくれるお金よりもなんだか高い気がするよ。小型犬よりも体格が大きいから餌代や日用品代がかかってしまうんだ。私たち小型犬よりもいっぱい食べることで大きく成長することができるんだよ。そういう理由なら仕方がないよね。他にも中型犬は小型犬よりもしつけやトレーニングにかかる費用が高くなるんだ。さっきもしつけやトレーニングは大切だって言ってたね。中型犬は運動量をたくさん必要とするからトレーニング費用がかかるし、もともと猟犬や飼育犬だった犬種も多くて問題行動を起こしやすい犬種もいるから、専門のドッグトレーナーにしつけしてもらう費用などもかかってしまうんだ。お金がかかってしまうけど、素人がしつけしたりトレーニングすると危険な目に遭うことがあるから、プロのドッグトレーナーにトレーニングやしつけをお願いすることをおすすめするよ。プロに任せれば安心できるもんね。では最後は中型犬の寿命について紹介していくよ。中型犬の寿命ってどれくらいなの？中型犬の平均寿命は10から14歳くらいと言われているんだ。なんだか小型犬の私たちよりも短い気がするね。体が小型犬よりも大きいから、成犬になると老化の進行が早まったり、体にかかる負担が増えることで平均寿命が短くなってしまうんだよ。そうなんだね。私たち小型犬よりも寿命が短いから、できるだけ長く一緒にいられる方法を知りたいな。まずは健康管理を徹底することだよ。長生きしてもらうには定期的な健康診断やワクチン接種をして病気を未然に防ぐことが大切なんだ。病気の早期発見、早期治療は長生きの秘訣だっていうもんね。適切な食事を用意することも大切だよ。犬の健康面を考えて栄養バランスの良い食事を用意することで健康な体作りや肥満防止につながるんだ。それってどの犬種も同じペットフードと量でいいの？犬種や年齢によって合うペットフードは違うから、正しいペットフードを選んで適切な量を与えてほしいな。そうなんだね。他にも大切なことはあるの？あとはストレスが少ない生活を送らせることだよ。ストレスが原因で犬の健康にいろんな影響を及ぼすから、散歩の時間をしっかりとったり、スキンシップをたくさんしたりと、その犬の個性に応じてストレスをなるべく感じさせない環境づくりが大切なんだ。確かに人間も犬もストレスが溜まってしまうと病気になりやすくなるもんね。できるだけ愛犬が過ごしやすい環境を送れるように飼い主側がきちんと準備することで、中型犬でも長生きさせることにつながるんだ。寿命が小型犬よりも短いと言われるからこそ、長生きさせるように環境を整えることが大事なんだね。私たちもママとできるだけ長く一緒に過ごしたいから、長生きできる準備を整えてもらえると嬉しいな。今回は中型犬について詳しく紹介してきたよ。中型犬についてよくわかった。中型犬の特徴やしつけ方とか知ることができてよかったよ。中型犬は小型犬と違って体格が大きいから、しつけやトレーニングを自分たちでするのは難しいし、餌代など費用も小型犬よりもかかってしまうけど、運動が大好きな犬種でもあるから、ママとたくさん遊べるメリットもあるんだよ。
たくさん遊びたい人は中型犬がぴったりだね。この動画では谷も犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。この動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。